こんにちは。私たちがプリスレティーンズです。石川かれんです。高石かのです。イエーイ。本日はですね、こちら、はい、ウィゴン原宿135にやってきました。イエーイ。はい、何するんですか。はい、今日はですね、はい、2022年のトレンドカラーを使ったトレンドカラーコーデ対決をしていこうと思います。はい、こちらに2022年度のトレンドカラーが書いてあります。はい、ピンク、ブルー、グリーン、ブラウンの4色がトレンドということなんですけど、うん、はい、こちらのカラーをコーデに組み込んだトレンドカラーコーデで対決をしていきたいと思います。よし。で、こちらからね、ちょっと目をつぶって引いてもらって、はい、その引いたカラーを組み込んだコーデをしてもらうと思います。わかりました。じゃあ、かのちゃん目つぶっていくよ。はい、どうぞ。いまーす。これで、はい、見てください。グリーン。イエーイ。の洋服めっちゃ見るよね。私緑入ってるね。緑だし、最近緑好きなんで嬉しいです。うん、頑張ります。頑張って。じゃあカレン。はい、これで。お、はい、私ブラウンです。おお、意外と、うん、もう秋なので。確かに今の季節秋なのでブラウンの商品多いと思うので、ちょっと頑張ってブラウンのコーデしていこうと思います。はい、頑張ります。負けません。負けません、はい、ね、頑張ります。頑張ろうね。ということで早速お店に入っていくと思います。イエーイ。フリソレティーンズ。はい、それではまず私から先に探していこうと思います。私が引いたトレンドカラーはブラウンだったので、ブラウンのカラーを取り入れたコーデを決めたいと思うんですけど、結構店内見た感じブラウンの商品が多いので候補が多すぎて逆に難しいかなって感じなんですけど、じゃあまずトップスから決めていきたいと思います。これもブラウンに入りますよね、きっと。ベージュブラウンみたいな。かわいいなぁ。うわ、かわいい。トレンチコート風のワンピースです。かわいい。これも候補だな。これはオレンジですかね。ブラウンですか。あ、かわいい。これ今選んだカーディガンにするとしたら、ちょっとトップスが短めなので、短めのインナーを探さなきゃいけない。え、かわいい。超タイプなんですけど。歩きたい。これで見て、かのちゃん、かえんの理想の男性のコーデ。めちゃめちゃ理想。うん。あ、でもこれなしの。ちっちゃいじゃないこれ。え、これがいいよ。これついてる男性がかっこいいんだよ。本当に似てる。本当に。これも嫌だな。え、困って、めっちゃドタイプ。これ、うん、これもいい。いいじゃん。それ以外、ね、指輪とかつけてなければ清楚大学生みたいな。うんうんうん。だけどちょっとちょっとついてますよ、ね、みたいな。これこの人いいな。やば。うわ、いいな。ほら、だって見て、自分もそういうコーデにしようとしちゃってたもん。お揃いっぽいね。いいな、一緒に歩こうよ。もうね、お揃いコーデじゃん。どう。いや、いいね。身長差はね、またいい。そうだよね、身長高いの結構ポイント。いや、わかってるわ。そう、ちょっとじゃあこの人に似せたコーデにしていこうと思います。じゃあ黒のボトムを探さなきゃね、私は。はい、じゃあさっき見つけた彼のペアルックになるように、ちょっと白 T とこの黒のきれいめなパンツを見つけてきたので、こちらのコーデにして、あとはアクセサリーを選んで終了にしたいと思います。はい、じゃあ選んでいきます、アクセサリー。はい、ということで私は緑を引いたということで、ちょっとあれを持ってるのは真っ黒なんですけども、ちょっと短パン、これ可愛いなと思って目つけたので、ちょっとこの黒の短パンのに合わせた上の緑をちょっと探していきたいと思います。なんかかわいいね。でもなんかボタンボタンしすぎかしら。どうなんだろう。ちょっと待って、こっちだとちょっと違うんだよな。これちょっとダメ、違う。でもこれも違うんだよな。もしかしてさっきのがビシッと来てる？
いけた。なんか違くない？ゴーヤみたいじゃん、どう見てもどう見てもゴーヤじゃん、これかわいいじゃん、おしゃれじゃん、なんか宮殿のさ、壁紙みたいな。めっちゃ走ってきたもん、だって通り過ぎたし、ね、通り越してたもんね。あ、見て見て、もっといいのあった。かわいい、どう？これに、これどう考えてもセンスないのよ、これは誰がこれを持ってきたって？かわいいよ、もちろん。かわいい、かわいいよ、うん、こんなん言ってないよ、何も。あ、でもさ、これだけだと寒いからさ、上にこれ羽織ったりとか。おい、よくわかんないよ、それだけは。絶対ないでしょ。ないかな、そっか。選択肢に絶対ないよね。そっか、まず。そっか、わかった。拗ねてる意味がわからないんだけど。じゃあ私やっぱグリーンということで、緑のアイテムを一つ決めて、他のアイテム探していこうと思います。いや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 、なんですか、要件は。うん、今邪魔してない。お、見て、緑。これいいんじゃない？これ口に加えてさ、いいよ。いいよ。わかった。じゃあこれ口に加えて出るわ。そして、わかった。え、すごい、見て。緑。もう帰ろう。帰ろうかな。もう勝負とかいいわ、本当。カレン勝ち。あ、ほんと？なんでよかった。ちょっと早く見つけて。いや、邪魔してるの誰？私。それだけはね。うん、それだけはよし。わかった。時間ないのにね。このズボンがめちゃくちゃ可愛いので、これに合った上の服とコーデをちょっと組んでいきたいと思います。こちらもね、欠かさずファッションに入れていきたいと思います。楽しみに。私がブラウンコーデで、たみちゃんがグリーンコーデということで、はい、全然違うね。全然違うね。女の子っぽいのとちょっとボーイッシュなのと、はい、そうだね、うん、だってどういうコーデのテーマなんだっけ。このテーマはですね、紅葉に出かける時に私が男性に着てほしいとか、私あのペアルックがしたいんです。ずっと言ってたね、それ。そう、ペアルックをしたいっていう夢がありまして、うんうんうん、紅葉デートも行ったことないので、紅葉デートで彼氏とペアルックをして、でも彼氏はもっとオーバーめな感じだったで、でも私は足も短いし身長も低いので、ちょっとハイウエストなパンツにショート丈のカーディガン合わせて、ちょっとスタイルアップを意識した仮のいつかの将来の彼氏をこう見据えた上でのコーデになります。で、金額が7268円でした。すごい、そんな感じ。そんなトータルコーデでね。そう、あの靴だけ私物なので、はい、アクセサリーとカーディガン、トップス、ボトムス合わせて7268円でした。すごい、本当に。なんか全然普段着ない感じなんですけど。だよね、思った。ちょっといつもと違う。マネキンを見てビビッときました。かわいい。そう、マネキンにね、理想のダーリンがいたんです。実はそのマネキン、2メートルくらいのマネキンと手つないで、ね、歩いて紅葉に行こうと思います。すごい意外だったわ、彼のタイプが。はい、で私今回ブラウンコーデということだったので、ブラウンのカーディガンを取り入れたんですけど、はい、もう店内入ったら秋ってこともあってか、本当にブラウンの商品がマジで多くって、うん、でもうワンピースからカーディガンからトップス、 T シャツやら、もうボトムスでもねブラウンのものもあったりとか、うんうん、物でもたくさんあったので本当に悩むと思うんですけど、はい、素敵な商品たくさんあったので、皆さんも来年のトレンドのブラウンをぜひ取り入れたコーデをしてみてください。ということで、かのちゃん。はい、かのはですね、コーデのポイントは、テーマはインスタグラマーの休日みたいな。あー、ぽい。なんか表参道とかこのカフェでこうめっちゃ写真撮ってる女の人いるじゃん、うん、フレンチガーリーみたいな。そうそうそう、なんかそんな感じの服装かなって今パッと思いついたんですけど、うん、私は普通にまず緑、グリーンだったから、かなの色のね、カラーのアイテムがで、まずグリーンめっちゃあって、あるね、多分カラーものがめっちゃあって、その中でもグリーンがめっちゃ目立っててすごく選びやすかったんですけれども、その中でもカナはこのカーディガンがめっちゃ可愛いなと思って、うん、なんかこのなんていうの、すごい上品でセレブ感のあるね、そう、この緑のカーディガンが可愛かったのと、その下にあったこのパンツもめっちゃ可愛くて、うん、こ
このまずこのキラキラのこのボタンが本当に可愛くて、このキラキラしたものめっちゃ好きなんですね。ネイルもキラキラ、ね、そうそうそう、だからなんかちょっとかぶっちゃったんだけど、ボタンはで、なんか最初は閉めていいんしようかなと思ったんだけど、そうするとボタンがねすごいずっと続いちゃうから、開けてなんか中はこんなふわふわのちょっと韓国っぽい感じのパーツを中に入れて、はい、コーディネートしてみました。結構女の子っぽく仕上げたかなって感じ。あんまカチューシャとか普段しないんですけど、ちょっと小物つけた方がいいかなと思って、これと、あとパールのネックレスは普通に持ってなくてかな、あ、そうなんだ、欲しかったんだけど、しかも流行ってるじゃないですか。流行ってる。でもなんかちょっと買いそびれちゃって、今回のコーデにちょっと取り入れてみました。じゃあね、すごい緑と黒と白の3色に、そうね、3色に。かわいい。インスタグラマーの休日がすごいしっくり。わかる。はい、こちらのコーデはですね、8913円になります。でもさ、こんだけさ、高見えのさ、お洋服が、ね、1万円以内でさ、ね、コーデ組めるとすごいと思う。すごいと思う。ね、アクセサリー2個ついて、3点でしょ。で、靴は私物なんですけど。しかも、そのグミもあってね。すいませんね、電車に使って。これでもね、はい、本当にね、あのね、これね。しかも美味しそう。私メロンソーダ大好きだから。誰かな、これカノに持った方がいいって言った人、持った方がいいと言ったね、これどうかなって。カレンなんですよ。カレンがね、カノにね、緑だよだって可愛かった似合ってて、緑だよって勧めてきて、んでね、とりあえずめっちゃいい匂い。なにこれ、メロンソー、可愛い、手裏剣みたい。ほら、完成コーデどう、加点ポイントになってます。どうでしょうか、判定の方スタッフの方にしてもらいたいと思うんですけど、レーマが両極端すぎるね。そうだね、ちょっと違うかも。それではカメラマンさんに判定してもらいたいと思います。判定が、勝者私ということだったんですけど、はい、その理由が私の方は、秋っぽくて、うん、で秋にデートしたい、ペアルックしたいっていうその発想が良かったらしくて、うん、まあ、カメラマンさんはカレンとこうやってペアルックしてデートしたいっていうことなので、今からちょっと紅葉に行ってこようと思います。紅葉を見に行こうよ。風吹いたね今。ありがとう、風吹いてくれて。風吹いたと思った今、ね、うん、でカルちゃんのコーデもすっごくおしゃれで可愛くて、で緑の着こなしってすごく難しいなと思ったからすごいなと思ったけど、でもやっぱりあの私がメンズに合わせに行ったコーデだったので、多分メンズのカメラマンさんにはちょっといいなと思ってもらえたのかなと思います。はい、ということで私たち今回ウィゴーさんのね、はい、ウィゴー原宿1353でこちらの洋服を購入してきたんですけど、はい、このお洋服はどうなりますか。ねえ、どうだー、もらえるそうです。いいですか、ありがとうございます。いいですか、ありがとうございます。いいですか、ありがとうございます。初めてじゃない、初めてじゃないけど2回目だ。うん、なんか珍しくない、うん、もらえるの。そう、前回勝ったら視聴者プレゼントだった。そうだね、ちょっと悔しいと思ったから。え、嬉しい、嬉しい、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの私のファンの方はぜひお揃いのメンズコーデにして一緒に紅葉、空想の中で一緒にデートしましょう。絶対いいじゃん、うん、最高だね。じゃあ、ウェイ、はい、ということで今回はウィゴー原宿1353でお買い物してトレンドコーデ対決をしました。イエーイ、楽しかったね、めちゃめちゃ楽しかった。商品もたくさんあって ね、すごく楽しかったし、なんかカラーも多かったよね。多かった、うん、しかも緑がマジで多かった、本当に多かった。めっちゃ可愛かったし、意外と緑の商品ってないのかなと思って、ね、くのちゃん難しいんじゃないって思って、全然ね、結構あったたくさんあったもんね。皆さんもぜひピゴーさんに行って、新作とかトレンドアイテムチェックしてみてください。お願いします。フリソレティーンズでは毎回ジョイフルエリさんの振り袖を着てトレンド情報をお届けしたり、いろいろな新しいことに挑戦しています。毎週金曜日夜18時に動画が新しく投稿されるので、皆さんぜひ動画すべてにグッドボタン、チャンネル登録、コメントして新しい動画の投稿を楽しみにお待ちください。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。